バッターの嫌がることをやってやろうって。ピッチャーとバッターの勝負ってどう？そこをいかにずらすかしか考えてなかったので、ヒットゾーンに飛ばない接点が見つかるんで。あとアンダースローっていうと、コントロールっていうのもなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、コントロールつけるために重要なことっていうのはどんなことですか？体思い通り動かすってことが一つと、オーバースローだとこう見てるんですけど、アンダースローだとこの世界になるんで、はい、この視界に慣れることだよね。この視界で腕をこうやって振ることが正常にならないと思い通りいかないんで、もうここを慣れるまで時間かかるよ ね、うん、オーバースローからこの角度はちょっとこう、こうやって投げてたのがこうなるんですよね。目線っていうか視線がですね、変わります ね。でまずその目線や視線を慣らすことと、あと腕の振りとか足の上げ方とか、そういうものはどうなんですか？下半身の使い方が一番難しいんですけど、さっきあの山中君すごいなと思ったのは、いきなりちょっと下げて完封しちゃったんだっけ、はい、完投したって言ってたんですけど、はい、ここの感覚つかむ、最初につかんじゃわないと諦めちゃうんですよね。怪我もするし、ストライク入らないしですよね。横からですもん、横っていうか下からですもんね。で山田さんとか昔のアンダースローの方たちっていうのは、もともと内野でスナップスローが上手だったからアンダースローになったって方多いんですけど、ピッチャーはなかなかスナップスローしないんで。山田さんだって最初内野手だったんですよね。内野手で暴投してそこから始まったっていう。ですよね。最初にこっちを覚えちゃうと楽なんですけど、下半身のこの独特の使い方はまた違うんですよ。僕の使い方と山中君と、ここでこう作る人とこう入っていく人と、アンダースローにもここの作り方もそれぞれなんで、それによってまた変わりますね。俊介さん最初の頃ってスピードボールを結構追いかけてましたよね。プロ野球選手になりたかったん で140キロ出ないプロ野球選手って、まあ、星野さんいましたけどいないかったんですよね。で星野さん左ピッチャーで長身だし、アンダースローでプロ行くとしたらやっぱり140キロ投げないといけないんじゃないかっていうふうに勝手に思い込んでて、当時は どうやったらスピード出るかってことばっかりやってました。山中さんはスピードに関してはどうですか？そうですね、スピードに関してはもう こだわりは捨ててました。はい、もうバッターの嫌がることをやってやろうってしか考えてなかったですね。もう結局皆さんの話を聞くと、バッタータイミングだって言うんですよ。そこをいかにずらすかしか考えてなかったので。なんか深くうなずいてますけど、そこにたどり着いたのは僕はもう20中盤になってからだったんで。いわゆる前後っておっしゃることですか？そうですね、前後だったり バッター目線でピッチングを考えるようになると抑え始められるんですけど、それはプロに入ってからですね。その気がついた時はどんな時だったんですか？そこにスピードボールを追いかけてて、2軍だと勝てるけど1軍だと打たれる、なんでだろうって、そこからでしたね。いいボール投げてさえいれば抑えられたのが2軍だったんですけど、1軍だとカン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 打たれて、で里崎と2人でなんでだろう、一緒に一軍に上がっていったん でその時ですかね。もうとにかくバッターが嫌がることを一球一球やってみようと、でそれを最初からたどり着いたっていう、ね、球速出ないと思ってたんでそこはもう諦めてました。だから違うところの視点から行こうと思ってて。それはもう社会人の時から？社会人の時からですね。で腕振ったらもっと速かったもんね。そうですね、ちょっと上げれば。で肩痛めたんですよね。そこも一つのきっかけかもしれないですね。例えばバッターの嫌がることっていうのは、まあ、俊介さんは前後でというかタイミングで。そうですね、さっき言ってたようにピッチャーとバッターの勝負って角度とタイミング。角度とタイミングですね。バットとボールが当たる角度、これがしっかりこう当たればバッターこう当てたいんですけど、これがまあこう当たったりこう当たったり、ちょっとでもずれればね、ずれると強 強い打球にならないので、はいはいはい、タイミングとそのアンダースローっていう下から来るような角度、オーバースローとは違う角度で、まあ、少しサイド気味になるんで横の角度ですよね。それとタイミングを組み合わせていくと、バッターがヒットゾーンに飛ばない接点が見つかるんで、そこをいかに攻めていくかっていうところですね。じゃあ一人一人研究して。もう研究しようにもオーバースローのデータばっかりなん で、アンダースローは自分が投げたデータだったり、それこそ共有した交流戦だったら山中投げてる試合みたいな見といて。そうですよね、データがないんですもんね。データが少ないんで
角度が違うんですよ。また教えてくれる人っていうのもね、なかなかいないんで。でもチームで今もいますけど、ロッテ時代は石抜さんっていう方とビデオ見ながら牧用のデータをやってもらってました。でも山中さん今ね褒められてましたけど、その嫌がるっていうのは、はい、例えばどんなところでやってたんですか？そうですね、もうそのフォームの強弱で、強弱、はい、フォームの強弱、なんて説明したいんですかね。こう説明するのは難しいですね。じゃあ実技でちょっと。そう、実技の方がね、いいですね、うん。まあ、例えば足をついた時に体重を乗せていくのかとか、すぐ離すかとか、あとはプレートの位置とかでも一塁側ベースに立ったりとか三塁側ベースの方に立ったり、やっぱりその立つ位置でもバッターの目線って変わってくるので、そういったなんていうんですかね、ごまかしじゃないですけど、騙し騙しでやったり。騙し合いだからね。そうですね、ホームの強弱っていう意味ではそういうところをやってましたね。あと今踏み込む話出ましたけど、マウンドの硬さみたいなものはどうなんでしょう？影響します？私は硬い方が好きでしたね。やっぱ掘れるとやっぱ滑るっていうのあるんで、そこがちょっと嫌で、怪我するリスクが高くなるんで、ずるっていう感じに、はい、それがちょっと嫌で、あとプレートの付近もちょっとこう滑るのも嫌で、 なので硬いマウンドの方が。球場でいうとどこですか？そうですね、名古屋ドームとかは好きでしたね。結果は別として、結果は別として名古屋ドームも好きでしたね。なんか阪神戦ですごく活躍してたっていうイメージがあるんですけど、甲子園は硬かったんですか？甲子園は低い、まあ低いマウンド自体が、傾斜自体が低いっていうのあったんですけど、なんで抑えたのか私もちょっと分かんないんですよね。風ありますかね、外の球場はね、浜風、そうですね、浜風ね、ボールの影響を受けやすいから、ね、ドームはちょっとそうですね、風もないですし。そうなんでね、アンダースローはこういう角度で投げない分ストライクゾーンの高さでリリースするんで、風を正面から受けやすいんですよね。だからボールの変化が風によって結構あるんで、左右されるってことですか？左右されるんで、まあ、風向きにもよりますけど、若干あった方がバッターにとっては嫌な変化をしてくれるっていうのはあると思います。風の影響を受けやすいんですね。受けやすいですね。じゃあ屋外の方がいいってことですね。受けやすいんですけど、コントロールもしやすいんですよね。まっすぐ出せるんで、風に対してこう上からの風の影響を受けるとコントロールしづらいんですけど、アンダースローで正面から風に当たるんで、あの緩急がつけやすいっていうんですかね、うん、ブレーキをかけやすい。そう言われたらそうかもしれない。そうだね、はい、なるほど、分かりました。じゃあ後で実技でちょっとその実技で爪のお手入れなんかはやっぱりオーバースローとは違うんでしょうか？同じですか？一緒じゃないですかね。僕爪強かったんで、ギリギリまで伸ばしてかかるようにしてました。ギリギリまで伸ばしてた、あのできる限り長くして指先にかかるように。先発が多かったんで、投げた次の日に一番短く切っておくと6日後に2ミリぐらい伸びてる。あ、ちょうどよくなって。それがちょうどよくて、雨でスライドになるとヤスリでちょっとずつ削りながら、私も登板翌日にヤスリでこう、あ、やっぱり切ってヤスリこうやってしてましたね、うん、登板翌日ですね。なんか直前って嫌じゃない？嫌ですね。なんか、ね、感覚がちょっとずれるよね、はい、ずれる。もちろんパチンパチンはしませんよね、こうヤスリで。いや、します。もうギリギリまで伸ばしておくんで、パチンパチンしちゃう。してその代わりに新潟の職人が作ってるめちゃめちゃ切れ味いい爪切りがあるんですよ。そうするとあのひび割れしないで綺麗に。え、爪切り、爪ヤスリではなく爪切りですか？爪切りで切ってからヤスリ。爪切りってちょっとね、意外ですよね。ペンチ型の爪切りがあるんです。これがいいんですね。すごい綺麗ですね。すごい綺麗。いや、ピッチャーの人っていうのはね、なんかみんなこうヤスリでこうやるのかと思ってました。ヤスリでやるよりも断面が綺麗なんですよ。そっちの方が滑らかになる爪切りに出会ったんで。なるほど。未だに使ってる。あ、そうなんですか。やっぱりでも手の豆のできる位置とかは違うんですか？握りによって、あるいは球種によって。ボールによって違うと思うんですけど、どうだろう、まあ、ここの両方にできますね。人差し指と中指の間に。まっすぐはこうかで、シンカーがこっちで、カーブはこっちなんで。俊介さん、この本には人差し指が豆ができやすいって書いてありました。で、これ私もこう人差し指にできやすいと思って。人差し指に豆ができるピッチャーのボールが浮き上がるし緩急が効くんですよね。こっちにかかんないで、こっちが強いやつは、ね、進化系のまっすぐになるんで。すごい技術が難しい話になってきて。そうなんですか。こう離れてった時に後ろの指が長くかかってた方がいいんで、これが早くこう返っちゃうやつは指がこっちにかかるんで、中指に豆ができるやつっていうのは進化系のシュート系のまっすぐです。体開いて近く通るやつは
最後にこっちがかかるんで浮き上がるボールが投げやすいっていう、でそれを最初からできてた。そうそうってことですよね。僕はだんだんできるようになった。やっぱ近くから近くからっていうイメージだったんで、そうですね、最後に人差し指にかかるっていうのがありましたね。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OBクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。